心はゆるっと、着付けはシャキッと、着付け大好き、山宮ひろこです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。えみちゃんと一緒に撮ってます。はい。今日は着物、ね、ボディちゃんの着物を変えていくんで、着物を着せていこうと思います。可愛い着物でしょ、はい、これ人気なんですよね。うん、人気な着物です。上品で。ちょっと、白馬いっぱいで、うん、これお手入れね、ちょっと、ペタペタしちゃったりしないように、うん、保管も大事ですね。大事ですね。着せていこうと思ってまーす。じゃあ腰紐からですね。腰紐からですよ。ここ100万回のとこですね。そう、100万回のとこです。100万回やったら100万1回目で見るよってみんなに言ってるところです。この頃のインスタにもちょっとパーツパーツで載せていますよ。はい。中心真ん中です。中心真ん中です。はい。でね、お背中を中心にインスタにこの頃載せているんですね。なんでインスタお背中なのっていうところなんだけど、はい。まあ、お背中ちょっとね、見てもらいたいからお背中載せてるんです。はい。これ背中、背中心真ん中です。はいはい、背中心真ん中です。はい。押します。あ、ツルツル、もうシワない。そうなんですよ、シワなくすんですっていうのをキャプションにも書いてるんだけど、腰ひもも、これシワをなくす腰ひも、はい、シワをなくす腰ひもで1本3万円ぐらいで売ってます。テクニックじゃないですか。腰ひもの問題だったですか。いや、違いますよ、違います、違います。どんなに高いお金出しても、そうですね、シワになっちゃうことはシワになっちゃうかも。そうだね。これちょっと載せてますけど、こんな今本当何もしてないんです、ただ紐しただけで、こんな感じです、こんな感じね、すごい綺麗、うん、そう、でもちろんね、このさらにね、シワを伸ばしてもらうのは一向に構わないんですけど、みんなによく本気の着付け教室でも言うんだけど、紐一本してシワくちゃにして、シワいっぱいにして、それ伸ばしてって、それめんどくさいじゃん、ね、紐したらシワがなくなるって、それ目指してねって言ってます。そうするとほら、手入れるところも少なくて済むし、で、まあ、できる限り手を入れるのは少なくて済むように、一手で決められるようにしていこうっていうのが魂胆です。そうですね、はい、これほら、後ろでヘルプしてた時代は、シワ伸ばしが主な仕事じゃないですか。そうですね。だけど、ないんですよね、仕事がね。ヘルプのアシスタントの仕事がないぐらい。みんな、きっと本気の着付け教室でマスターしていただければ、こういう一手で決まるになってくるとは思いますよ。で、もちろんうちの山本もそうやって一手で決めるで仕事をしてくれているので。ねえ、本当ですよね。一手で決まるっていうのができると、やっぱり、こう早い、早いし、ね、迷いがない分、次へリズムがこう崩れずに見せれるっていうのがありますね、そうですね。じゃあ次も、はい、胸紐にも行ってみよう、はい、胸紐もね、これもお背中で乗せていくんですけど、乗せているんですけど、インスタもね、こういうところはまあ空気抜きますよね、空気抜いてねって、で、打点にどのぐらい出すかなんていうのは、これはもうデザインなんで、こう、可愛くいっぱい出したいような打点もあれば、細く上品に出したいっていう場合もあるだろうから、それはこうじゃなきゃいけないみたいのは特にないです。はい。デザインです。そこはあなたのデザイン次第っていうことでね、こうして、次にも。ただ、体は丸いのでね、美容師さんはよくわかってると思うけど、頭丸いじゃないですか、はい、頭丸いんだからねってよくカットの勉強してる時言われたんじゃないかな、その時はよくわかってないっていうか、頭丸い、そりゃそうだよねっていうふうに思ってるところがきっとあったと思うから、そういうことですね。頭丸い、体も丸いので、その体の丸い感じを出してあげると女らしい感じの着付けになりますよね。シャキ、何でもシャキってばっかりだとダメです。ここもね、後ろ見てほしいです。はい、行きます。ここも後ろ見てほしい。前の胸タックはね、大評判の大好きなところなんで、みんな、そう、見たいところ。いっぱい見たいところなんですけど、まあ、そこもさることながら、
紐したらシワなくなるよって、これ大事なことじゃないですか、うん、大事です、うん、ここに大量のシワが寄るんですよ、うん、何も考えてないと。ここだってシワありますよね、普通にしてりゃ、はい、普通にしてりゃシワありますが、普通にしてればシワがあるけれども、うん、紐を締めて、はい、締めない、はい、それでですね、はい、まあ袖付けをここで袖付け、うんうんうん、まあ処理していきますよね、うんうんうん、それでまたピタッとしますもんね、うんうん、で前だけの仕事なんで後ろなんか見てませんから、うんうんうん、後ろ見ないで、うん、まあこういうところもみんなちゃんと後ろ見ないでいいからやってしまっていくってことですね、うん、だあの前でもう作ってしまうことによって、うん、もうほとんど終わっちゃうってことですね、うん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 、そういうところを一手で決めるというかね、まあ簡単に言うけどねって思ってるとは思うんですけど、それができると意外と、ね、うん、できないんですよ。あの脇を越えていくときに、うん、ぐちゃぐちゃぐちゃってこうシワが寄っていく、生地が寄っていく、うん、そうなんでしょうかね。そしてこうしてどうですか、うんうん、あ、なんかちょっといい感じじゃないですか、はい、ちょっと真ん中がずれたから、もうそこを一つちょっと直すだけですね、真ん中ちょっとずらして、うん、ずれたのを直すっていう、こんな感じで早いずずずと、こんな感じでできてしまいます、うん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 、これがシワがなくなる胸紐、胸紐、はい、3万円で、はい、下万円で、はい、てかね、まあ、秘密は、秘密は本気の着付け教室、うん、またはオンラインサロンに入っていただいて、うん、一緒にお勉強していただけるときっと習得できる技だと思います、はい、紐をしたら、うん、紐をしたら、うん、シワがなくなる、はい、シワもなくす紐使い、はい、というわけです。今日はこんなお話をしてきました。はい、これ巻き戻しして、うん、あれですかね、皆さん見ると何が違ったのか分かりますかね。分かるかね。分かったら教えてみたいな。教えて答えますよ。教えてください。まあ、はい。じゃテクニックはそんな感じで、はい、本気の着付け教室で、はい、あとオンラインサロンで、オンラインサロンで解説しております。しています。オンラインサロンね、もう12月の20日で締め切っているので、ええ、ちょっと今回はもうこの春、はい、多分3月4月っていう感じになると思うんですけど、はい、のご入会になります。はい、はい、ぜひお待ちしてます。本気の着付け教室もどんどん来てください。はい、1月は29日月曜日と30日火曜日で開催しております。はい、はい、ぜひぜひお待ちしています。それじゃあね、元気チュー、ニュー。